はい、皆さんこんばんは。久しぶりに、まだガジェットもね、紹介していきたいなと思うんですけども、今日はですね、以前ご紹介した、クラウドファンディングでね、おなじみのNXPDPA1さんですね。はい。以前こちらの動画紹介した時に、非常に人気のあった商品というか、待ち望んでいたよねっていう商品なんですけど、まあ簡単にどういったことかってことなんですが、これ、先端が、タイプ C のね、先端になっておりまして、なんかこう先がポコッとなってるんですが、なんとこれはですね、こういう、タブレットに挿したりとか、スマホに挿したりとか、パソコンに挿したり、もしくは、こういった、ゲーム機に挿したりとかすると、ここの挿したところの、デバイスから、モニターですよね。ちょっとこう、モニター、今ね、近くに置くことはできないので、ちょっと iPad の方でね、ちょっと用意してみたんですけど、iPad の方に受信ケーブルですね。HDMI をですね、こう挿すわけです。こんな感じで。で、iPad の方の、アプリがありまして、そのアプリをですね、こうアプリって言ってもモニターアプリなんですけど、アプリを立ち上げますと、ここがですね、通信し始める。電源入れますね。電源をこう入れてみると、ここが上がパカパカ点滅し始めて、はい、もうこれ繋がりましたね。こんな感じですね。はい。Steam の場合はですね、これ繋ぐと、もうこれが完全コントローラーになって、こちらがモニターになるということになるわけです。こういうのをご紹介したわけですね。だけども、私普段困ってて、ゲーム、ずっとこう集中してやってると、僕バッテリーで駆動してるんで、約大体2時間ぐらいでバッテリーなくなるんですよ。で、バッテリー充電するときに、ここのタイプ C なんですよね。なので、できないじゃんっていうことになってですね、非常に困りました。なので、毎回これ外して、都度、充電をし、っていう繰り返しをしてたわけです。非常にこれだと、ね、手間というか、めんどくさいよね。これがね、充電しながら、これが繋がるとベストだよねって話なんです。でも、iPad でもそうじゃないですか。これ正直挿して手を飛ばしてあげたら、ここ使ってしまうんで、使えないよね。そういう時に便利な商品が出ました。こちらでございます。じゃじゃん。NXPDPA1。NXPDPA1 っていうやつですね。これ、どういったものかってことなんですけど、今、クラウドファンディングでね、絶賛、募集中でございます。皆さんよかったら詳細欄の方チェックしてください。これをですね、間に挿してしまうではないかというアダプターなんですよ。なので、この NXPDPA1 さんの Type-C の HDMI アダプターをここに挿し、そして、充電のケーブルを挿し、こんなイメージです。で、ここに挿すと。はい、完成です。できました。これでもう、充電をしながら、ゲームできるやないかいと。エンドレスでゲームできちゃいます。いやー、夢の商品出ましたよね。これ待ってたんですよ。待ってたらすぐ出たから、なかなかNXPDPA1さんって早いよね。開発から製品化されるのが。で、これが今ね、クラウドファンディングの方でありますので、ぜひチェックしていただきたいんですけど、このですね、PDP アダプターなんとすごいのがですね、イン、アウトっていうのを自動的に認識をするということなんですね。それが、例えばですね、ここがだいたい、インで使うじゃないですか。そうすると、こっちがアウトだよねっていうことは、結構こういう、端末ってよくありきなんですよ。だけども、こいつってね、例えばこれを、SSD 繋いじゃって、みたいな。で、SSD 繋いで、こうだな、ここに繋いで、こういうふうに繋ぐ。で、この先端を、こっちを、例えばタブレットに挿して、で、ここをこう挿すわけですね。そうすると、で、充電しながら、こうだ、充電しながら、SSD 接続してタブレットとか iPhone とかに使えるよということもできるんですよ。だからこれインアウトが自動認識をするということなので、ここ勝手に切り替わるらしいです。このね接続がめちゃくちゃ便利で、これがよく考えたよね、このシステムを考えた人マジすげえわって感じです。私はまあゲーム機とか確かに使わないので、使い道って本当にこれに挿して使うのが一番ベストだなということなんですけど、おそらくNintendo Switch とか例えば、プレイステーションですかね、プレイステーション5とか4とかでもワイヤレスで転送したい方結構いるんですよ。線がね邪魔で、その時なんかこれを間にかましてやればできるやんっていう、なんかよくある、USB ハブとかここに挿してやると結構ね電源が使えないとか、これがね反応しないとかって結構起きうるんですよ。それがなんとこのアダプターで全解決できるっていうね、非常に便利な内容でございます。すごいよねほんとね。実際これねいろいろこう操作とかしてても本当にこう遅延っていう遅延が少ないので非常に私もよく便利で使ってはいるんですけど、これちょっと今こんな感じでちょっとゲーム戻りますけど、こうですよね。普通にゲームやってる内容でできちゃうよと、めっちゃ便利。ただちょっとこれ今ね向こう見ながらやってるからちょっと分かりづらいけど、なんですよ。で遅延って遅延も本当にこうゲームとかするように作られてるんで本当に少なくて、これ結構ね普通のロープレとか例えば、早いね何なんだろう、格闘ゲームとかだったらちょっとひょっとしたらシビアなもんが出るんじゃないのかなって思ったりするんですけど、なんか意外といけそうな気がしますよね。こんな感じなんですけど、本当にこう便利。ということで今日はですね、サクッとこの PDP アダプターを紹介してみたんですけど、深いね、説明するまでもないよねっていう商品なんですが、ぜひですね皆さんチェックをね、していただいたらいいのかなというふうに思います。またチャンネル登録の方もぜひやってください。それでは今日はサクッとね、レビューやってみました。それでは最後までご清聴ありがとうございます。失礼します。